法政学園は1回裏、先頭バッター1番飯森レフト前へ、2番小芝はしっかりと送りバントを決める。ワンアウトランナー2塁。この先制のチャンスに3番佐藤凛、センターへ、頭上を越えた。二塁から飯森がホームイン。法政学園が1点を先制します。法政学園は3回裏にもワンアウトランナー二塁三塁のチャンスを作ると、5番山崎、内野ゴロの間に1点を追加、リードは2点。対する都立国立は法政学園先発森の前に3回まではノーヒット。迎えた4回表、ツーアウトから4番鈴木レフト前へ、これがこの試合チーム初安打。しかし続く5番榎本はライトフライに倒れ、この回も無得点。法政学園は直後の4回裏、ヒットと送りバントでワンアウトランナー2塁。打席には9番及川、レフトへ、二塁ランナーがホームイン。法政学園1点を追加。このあとデッドボールと送りバントでツーアウトランナー二塁三塁。初回に先制タイムリーを放っている3番佐藤、ワンボールツーストライクからの4球目、左へ大きな打球が伸びていく、入った、スリーランホームラン。主砲の一撃で法政学園がリードを6点に広げます。法政学園先発森の前に5回まで無得点に抑えられていた国立は6回表、この回先頭の9番太田、セカンドへのこの打球が内野安打になる。太田は勢いそのままに2塁へ盗塁を決める。ツーアウトとなって3番木村、太田をホームに返せるか、ライト前に運んだ。2塁ランナー太田は3塁ストップ、ツーアウトランナー1塁3塁。国立のチャンスは続く、4番鈴木、打ち上げてしまった。国立この回も無得点。法政学園は6回裏にも3番佐藤のタイムリーツーベースで1点を追加、7対0。迎えた7回表、国立はこの回に得点して何としてもコールドゲームは阻止したい。先頭バッター5番榎本、センター前に運んだ。続く6番柴田、これもレフト前に、ノーアウトランナー1塁2塁。作ったチャンス生かせるか。そうはさせないと法政学園先発森が一気にギアを上げる。国立7番佐藤、空振り三振、8番金沢、見逃し三振、9番途中出場山中、空振り三振、3者連続三振でゲームセット。法政学園が7対0のコールドゲームで都立国立を破りました。